言えねえにやっと笑う。そう、まだ言えなんですよ。コメント打とうとしてもさ、横画面でやってると下の方出なくて、やろうと思って画面戻したらそのコメント画面が消えちゃってとか、もうずっとそれを繰り返しててやりにくくてさ、で縦画面だったらすぐできるんだよ。でも縦画面だったらまたこれセットしたのをまた撮ってしないといけないから、よし今日はね、あの鍵も取ったし、あとナビがね動けばいいんだけど、ナビが動けばいいんだけど、インターネットをね繋げてないからさ、繋げたらほらまたネットの回線がめちゃくちゃ弱くなるからさ、ファーウェイのやつだったらそんなことなってなかったんですけどね。この機種はなんかこのこっから電波を飛ばしてやってるとめちゃくちゃ遅くなるんですね。右方向です。左なんだけど。これをね、ペタってつけます。ペタペタって、おっと、ほらほら、ペタってくっつくでしょ。リサさん、うわーい。で、電源を挿して、はい、今つきました。リサさん、楽しみね、楽しみですよね。ちょっと待って、あれちょっと待って、置けない、あれここにも置けない、ちょっと待ってね、持ってきた最終兵器があった、これを持っていこう、カバンを置いていこう。リサさん、うわ、もうめちゃくちゃ暑いんですけど、麦わら帽子かぶってたらバカかな。バカっぽいな。やめよう。やめます、さすがにやめます。この場所探すのに苦労したぜ。マジ苦労したんだけど。リサさん、バカンスは麦わら帽子でしょ。ね、夏は麦わらっすよね。とかもう、わかります？これ動画の場所ですよ。うわ、すっごい匂い。わかりますか？これ閲覧ってどこに出るんだろう？あ、3人か。よし、3人も見てくれてる。嬉しいな。よし、行こう。古代の、古代の。リサさん、その木すごいね。どの木？どの木？あ、この、これ？そう。今からね、遺跡調査ですよ。よろしくねさん、閲覧3名。うわ、ありがとうございます、閲覧さん。よろしくねさん、ありがとうございます。今からね。リサさん、長生き。長生き。これね、硫黄ですよ、硫黄。もう温泉のね、硫黄が吹き出してるからすっごい匂い。うわー、すごい匂い。今日ね、手ぶらでごめんなさい。熱暴走を防ぐためにね、冷風機、冷却機つけてるからね。すげえな、この場所探すのにほんと苦労した。前ね、たまたまここに来たんですけどね、YouTube。よろしくねさん、イタリアにも温泉あるんですね。ありますよ。リサさん、イタリアも温泉あるもんね、ハグ。そう、あのね、温泉の歴史は超古くてね、古代、
ローマ時代からね、あのテルム、テルミね、テル、テル、テルメ、テルメのね、映画であるように、あっちこっちに古い温泉のね、あれはあるんですけど、現在も、動いてるっていう温泉がね、ここなんですよ。南イタリアで、唯一ですよ、ここ。だからめちゃくちゃ温泉街で有名なところ。テレーゼテルメって言います。リサさん、テルマエなんだっけ？取り返す、あ、電波不足が延滞してます。電波悪いね。確かに。リサさん、ルさん。え、見えてない？今取り返したんだけど、取り直したんだけど。リサさん、良いよ。あ、良いの？見れてるの？水溜まってる。リサさん、見えてる。あ、見えてる。よかった、よかった。ちょっと石投げてみよう。これ何なんだろう。わあ。めっちゃ汚いけど、水溜まってる。これも、人がね、入ってる。リサさん、動いたよ。ありがとう。そう、止まったらね、取り返すわ。なんか人がね、入ってる。熱っ。こんなところで人入るんだ。人入るんだな、こんなところで。ビビった。なんか若い男と女が水着着て入ってる。これは熱暴走ですな、完璧に。あ、これ、あれだ。リサさん、ルサンダ。はい、どうでしょう、見えますか。リサさん、うん、見える見える。見えるでしょ、これね。はい、スマホを変えました。もうね、あれ持っていきません。冷却、あれやばいよ。あれ真っ暗、冷却で使うとバッテリーがもう 70% になった。満タンだったのに。全然やばい。やばすぎる。冷却使うとバッテリーすぐなくなるよ。多分1時間持たないね。ものの10分ぐらいで 20% なくなった。やばすぎるでしょ。画面真っ暗。何これ。ああ、もうでも、あ、結構かなり暑くなってるな。リサさん、暑すぎるもんね。暑すぎるよ。今、これ、外、見えてます？外画面。リサさん、見えてます。見えてます？さっきね、そっから入ってさ、いつも入れないのに、そっから入って、で、ここね、ここ見てたんですよ、ぐるーっと、下降りて。で、あっちに行ってちっちゃい入れるところがあって、そこはもうね、水着を着てる男と女が、もう、自分の女がぐらいにね、入ってましたね。もう寝転んで、わーって。足しか浸かるようなね、深さがないんですよ。それでもね、そこに寝転んで入ってね、まあ、地元の人間なんでしょうね。いつもそうやって遊んでるんでしょうね。海がないからね、この町。あー、これ綺麗。あれ？見えてないかな？あれ？イタリア街路樹登録商標公式3モイ、イタリアからキャス配信中。ボタン押し
さあ、このスマホがどこまで持つか。リサさん、綺麗だったね。綺麗だったでしょ。これもね、結構熱くなってますな。結構もう熱くなってますな。干上がってる。ここね、1年前の動画ではめちゃくちゃ水があったんだけど、色もすごい綺麗だったんだけどな。あっちこっち干上がってますね、温泉が。え、ってことはここももう水ないってことなの？こっちも水がないからあっちでみんな寝転んで入ってるってこと？え、マジっすか？うわ、そういうこと見た。うわ、干上がってる。ありえない。ここいっぱい水あったんですよ。ブク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 して。リサさん、そうなんだね。うん、温泉干上がってますね。うわ、だから閉まってるわ。鍵も閉められてる。うわ、めっちゃ干上がってる。ありえない。これありえなくない？もうなんか変なのいっぱい浮いてる。リサさん、暑いから蒸発するのかな。そうみたいですね。いやー、ここで俺足つけてとか思ってたのに。アイスつけてもクソもないっすね。あ、あそこブクブクってなってる。リサさん、足湯できないね、汗汗。ねえ。まあ、多分ね、暑くはないと思うんですよ。水ね。水はね、冷たいと思うんですよ。まあ、ここは、なんだっけ、グランニベッキアだっけ？ベッキだっけ？もうね、昔ここ温泉でみんなで、なんかやってたらしいんですけどね。もう、管理がもう全くされなくなって、新しくね、移動したんですよ。温泉のね、公園が。で、そっちの方に全部有料化されて、で、そっちの方にみんながいっぱい行ってるらしいんですよね。で、ここはもう昔々の温泉のバーみたいな感じだったらしくてね。でもね、こうしてまだ温泉も出るし、とかいうので管理全部してくれればよかったんですけどね。うわぁ、見てこれ、温泉の水。ちょっと温泉の水味見するわ。ん？リサさん、素敵な公園だよね。うん。素敵な公園でしょ？温泉の水が。わぁ、もうここ、大分です。今ね、大分の。リサさん、美味しい？美味しい、美味しい。もう肌スベスベになりそう。うわ、涼しい。温泉のね、地獄だけに来てます。すごいね、この温泉が。リサさん、大分か EW。ここ、大分です。ね、ほら、大分で有名なブランコあるでしょ？大分ブランコ。これもね、大分ブランコですからね。ちょっと皆さん待って。よいしょ。ほら、わかる？リサさん、大分好き。私はまだ行ったことなくて。大分ブランコ乗ってますよ、今。有名な。大分ブランコ。あ、やばいやばい。おー、大分ブランコ。よいしょ。ほらね、大分ブランコも。乗れましたね。リサさん、ブランコ楽しそうだ。ブランコ楽しそうでしょ。あれ、でもここもほら、ロープついてるよ。人入れないようになってるじゃん。さっきの人がどうやって、あ、これまたいで入ってるってことなの？リサさん、乗りたい。W。ここね、水があるんですよ。でもなんか人がね、入ってるからね。これダメだわ。なんか、なんていうの、女の人、上のやつ外して寝転んだりしてる。バンになるわ、これ。やばい。マジやばい。これやばい。リサさん、セミも鳴いてるね。セミ鳴いてるね。もうね、スマホめちゃめちゃ熱くなってる。これは、やばい。
温度かな。かなり暑いね。やばいっすね。まあね、まあ、リサさん、ルサン汗かかないのかな。汗かくよ。あんまりかかないかな。もうね、現にここだったら今40度ぐらいなってんじゃないかな。40度までなってないかな。37、8にはなってますよね。やばいですよね。これいいでしょ。これ。リサさん、湿度はある？湿度はないよ。カラッとしてる。だから汗かいても、カラッとしてる感じですね。カラカラですよ。カラカラ浴場みたいな感じですね。リサさん、それって水道橋かな？いや、多分でも、そっからここまでしかないから、なんでしょうね。水とかはほら、もう下をこれずっと繋がってる状態だから。リサさん、建物かな？建物かな？わかんないんですよ。壁？単なる壁じゃないですかね、多分。壁。壁。何のために作ったかは謎な壁。リサさん、ふむふむ。壁ですね、多分ね。意味わかんないもんね。でも、かなり古いのは古いですね。100年、200年とか。リサさん、でも素敵。ね、面白いですよね。100年、200年じゃないですよね。なんせ2000年とか3000年の歴史があるから、ね。でね、ここもね、温泉があるって忘れられてたらしいですよ。で、すごい地震があって、温泉が噴き出して、で、あれ、あそこなんか温泉みたいなの出てるじゃんって言って掘ってみたら古墳が出てきて、で、調べたら2000年とか3000年前の全部建物とかあれも出てきて、あ、ここ温泉だったんだって言ってその施設を復帰した感じ。リサさん、イタリアも地震あるもんね。たまにね、たまにありますよね。ある。だから100、ここがね、採掘されたのが180年前ぐらいだから、それぐらいの時にちょっとここあったみたい。地震がね。上の方は、チェセーナとかね。チェセーナわかるかな？フィレンツェの下の方なんだけどね。は、大きい地震が前ありましたよね。5年前、6年前ぐらいかな。あの時結構亡くなったりしたけど、結局、建物が古いから、亡くなるんですよね。結局は。よっ。よっ。え？なんで？うわぁ、スマホ熱っ。ね、こんな感じですね。あ、これね、横にやった方がね、綺麗ですよ。ほら。ね、全部伸びたでしょ？これ邪魔か。リサさん、でも今は大丈夫だね。うん、今大丈夫。言うてもさ、100年、200年に1回ぐらいどっかであるかぐらいでしょ。で、ね、リサさん、邪魔なんて言ってないよ、W。いやいや、ちょっと俺邪魔だなと思って、自分で思った。ほらね、これぐらいでね。あつー。ちょっと、熱風ですよ。これ風が吹いてんだけど、熱風が吹いてます。もう、後ろポケット入れてるから見て見て。タバコもべっちゃくなって。リサさん、飲み物買いに行く。飲み物買ってきて。じゃあ、ついでに。ついでに僕のも買ってきて。ここではね、温泉の水を飲まないといけないからさ。リサさん、何がいいの？そうね、ポカリスエット久しぶりに飲みたいかな。
アクエリアスでもいいけどな。アクエリアスと、じゃあ、アクエリアスとあの、ほら、太巻き売ってるじゃん。サラダの。サラダの太巻き買ってきて。サラダの太巻きとアクエリアスを食べながら、飲みながら、するのがすごく好きだったね。甘いじゃん。甘い。リサさん、了解です。太巻きも買い。コンビニどこでもあっていいよね、日本はね。もうこっちではね、こういうところで喉乾いた時っていうと、もうどっか車で駅とかに行ってとかコンビニ探してさまよってバールを探して。リサさん、サラダの太巻き美味しいよね。美味しいよね、あれね。あれ好きだったわ。いつも食べてた。朝さ、仕事に行く時にさ、まあ日本だったら遅くてもね、6時半に家出てて。リサさん、ルサン作れるよね。作れるけど、作っても美味しくないし、めんどくさいだけだよね。2、300円で買えるんだったら買った方が安いよね。買うのなんて30秒もあれば買えるし、材料費でもそんだけかかるし、買った方がいいよね。で、朝さ、そのまあ6時半ぐらいに、だいたい6時半ぐらいにどっかコンビニ寄って、でいろいろ買ってさ、食べながらその行くところの場所に向かってたりさ、毎日職場が違うっていうのが面白かったね。同じところで。リサさん、早いね。ねえ、現場遠かったらね、現場って行く場所がね、同じ店で働くとかいうのはなかなか厳しいよね。毎回違うっていうかね、行くところが違うからさ。リサさん、毎日違うの楽しいよね。毎日大変だけどね、その新規のさ、お店とかあるからさ、取引のね。リサさん、私もその方が好き。ああ、だよね。気分転換になるよね。でも、顔なじみんとこだったらいいけどさ、新規んとことかは結構ね、やっぱ疲れるよ。そっから後の取引がとか繋がるじゃん。リサさん、うんうん、気を使うよね。使う。見える？ね、あっちこっち、さっきも向こうにあったでしょ？ここにもあるんですよ、水の湯が。水がね、いくらでもね。リサさん、おじさんだ、W。あんだけ出して飲まないといけないんだね。勉強になるね。はじめにあんだけ出して飲むんだよ。それ勉強になるね。スマホもちょっと水に濡らそうかな。ガシャって。ジューって言ったらどうしよう。あ、そこまで熱くないな。あ、あれ？なくなった。あれ？え？配信されてる？なんか違う画面になった。びっくりした。あ、めちゃくちゃ暑いけど、全然マシですよ。リサさん、水につけたら壊れるよ、W。壊れるかな？俺よくでもこれ、洗うよ？お皿洗うみたいにして。いつも洗ってる。スマホよく洗うけどな。みんなが、はぁーとか言うけど、別にママレモンみたいなのつけて、ゴシゴシ洗ってるよ、普通に。リサさん、そうなの、びっくり。洗ってる。普通に洗う。海とか行くと、海の中つけちゃうもん、だって。カメラ撮りながらガーって、ブチャーって。で、みんなが、あーとか、何やってんだよとか言うけど。リサさん、防水なの。いつも防水。いつも防水、持ってるやつは全部防水だし、問題がないですよね。いつも。音がね、スピーカーとかが、やっぱね、良くないね。水につけちゃうと、その後、音鳴らしても、ガガ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 とか言ってる。いや、棒読みとかつけても、リサさん、することワイルドやな。いや、壊れたらね、それを気にさ、また新しいの買い直せるじゃん。壊れたから買うとかいうのはできるから、壊れてもないのに買うっていうのはね、なんか、心が切ないっていうかね、厳しいじゃん。でもね、リサさん、もったいないよね、W。
もったいないのは、さっき使ってたスマホだよ。あれ、めっちゃ高かったのに。結局12、3万 ?13、え ?13 万で済んだかな。違う、済んでない、済んでない。16万ぐらいかかってる。タスをまた請求されて、タスを払ったからさ。この前買ったやつ。そうそうそう。16万ぐらい払って、あんなんだよ。めちゃくちゃ暑くなって使えない。今年の夏はもうこれにずっとシム入れとくよ、もう。でもこれにシム入れてるとさ、問題があるんだよね。Google 使えないから、他の設定が全然できなくなっちゃうんだよね。なんかね、Google 使えてマシなスマホないかな。なんかあればいいんだけど。リサさん、それは問題だよね、上を見る顔。問題だよね。あそこにね、ちょっと温泉出てるところあるんですけどね、人がなんか、男の人と女の人となんか水着着てさ。リサさん、LINE 使えないし。LINE 使えるよ。LINE 使えるけど、また向こうのやつをこっちに移して、で、今までのメッセージが全部消えて、うまくね、これ Google が入ってないから、うまくこう連動できないんですよ。ただ使えるようにはできるんだけど、だからここのやつをデータを向こうに持っていくってこともできなかったんですよね。だから、今までのメッセージとかは全部消えちゃいました。恐竜がこの穴に入っていった。火山石ですね。火山の石だわ、これ。穴がプツプツ開いてる。リサさん、恐竜 W。今日ちっちゃい、これぐらいの恐竜がね、今いた。で、これが、ポプリ。パプ、ええなんだっけ、パプリ。リサさん、イタリアって感じね。イタリアって感じですか。よくここもね、イベントするんですよ、夜ね。リサさん、ポプリ。あ、ポプリ。ここにライトアップされて、バーっと。で、こういう、ちっちゃいステージで、ライトがバーっといっぱい来て、照明が来て、ね、よくあるんですよ。ずるいよね。二人さ、上の水着外してさ、下向いて背中にオイル塗って背中焼いてたりしてるんですよ、女の人がね。リサさん、風あるね。少し涼しい。ずるい。風、まあ、公園だからね、ここね。でさ、パッと映しててさ、パッと起き上がって胸とか映ったらバンになるでしょ。映せないんですよ。くっそー。舐めやがって。女の人って武器ですよね、それ。配信してたらやばいもんだって。普通だったらいけるけどさ、普通に。リサさん、怖い怖いね、W。ねえ、怖いよ、マジで。だって、本当にバンになるもん。胸とかバって出されたらもうそれでバンだよ。やばすぎるでしょ。男だったらさ、そこまで、ね、瞬間だったらそんなに問題ないかもしれないけど。武器だよね。リサさん、温泉やシナー W。 温泉だから仕方ないですよね。でもそんな海みたいにさ、リサさん綺麗ね、可愛いでしょ。海みたいにさ、水着でさ、そんなことしなくてよくね。温泉なのに。ね、こっちだったら電波全然大丈夫でしょ。電波全然大丈夫なんですよ、普通で言うと。あー、暑い。リサさん、大丈夫だね。でしょ？熱暴走じゃなかったら全然大丈夫なんです。あー、冷たーい。めっちゃ冷たーい。
冷たい。リサさん、お茶 X10 プラス団子20。あ、ありがとう。お茶ありがとう。ここもね、いつも水がブワー出てるんですよ、ここ。全然出てない。温泉の水どこ行ったの？あそこもなんか建物あるね。リサさん、何でかな？なんでだろうね。で、あの写真覚えてるかな？あの、YouTube の動画で前に撮った時に、その水の色がすんごい色で、セリアンブルーかなんかだった。池ね。ここ。もう干上がってる。温泉の水がほとんどない。リサさん、見た、あれは冬。あれは冬だったね。あの時綺麗かったのにさ、もう水干上がってるし。ここもだから温泉施設になってて、で、このほら、こっから降りれて、そこでもちょっと疲れて、で、こっちにも入れて、みたいなね。みんながね、入るような、あれだったんですよ。昔はね。昔。もう今はほとんどね、使われてないですよね。残念ながら。で、こっちもね、さっき見たように、干上がってるしさ。干上がっちゃってるよね。全くだもんね。水がない。リサさん、イタリアの人も温泉好きなのかな？温泉の文化はイタリアだからね。もともとの古代の温泉、水回りのあれ、文化はイタリア、ローマ時代のあれですよね。だから、昔のさ、皇帝とかが。リサさん、そうだよね。そうそう、皇帝とかがさ、あの、温泉とかに入って、なんか、美女をさ、いっぱい連れてさ、うほうほうってしてた時代でしょ？うわぁ、なんか、見て見て、なんかこのヤシの木とかさ、ヤシの木なのかな？リサさん、ウヒャー W。ヤシの木かな？ここも、まあ、匂いはすごいんですよ。リサさん、ハーレム。ハーレム。あ、匂いはすごいな。すんごい硫黄の匂いがしてるな。ハーレムですよ。で、そういうのも飽きると思うけどね。まあ、実際飽きてさ、あれだもんね。フランス皇帝とかその辺の時代も全部同じでしょ？一時ハーレムとか作ってさ、やるんだけどさ、結局飽きちゃって、で、飽きたしどうしようかって言って外で飽きたり。リサさん、やってみやなわからん。まあ、そういうね、色恋沙汰は飽きちゃうよ。だ、初めだけだよね。よくもって1年2年だよね。そっからさ、飽きて、あれだもんね、いろいろ。またほら、女の人は女の人で、男の人は男の人で、また他の出会いを求めたりとかさ。恋愛も同じでしょ。友達。リサさん、だよね。でしょ？友達だったらさ、結構長続きしてね、ずーっと何十年友達だとか、まあよく喋るよとか言いながらでも10年、あ、10年経ってるねとかってあるけどさ、恋人だったらさ、もう1年2年とかでさ、なんかもうお互いギクシャクしたらもう終わりか、みたいなさ。南国の花です。リサさん、飽きるね。ね、飽きるっていうかなんかあれなんでしょうね。なんか退屈になっちゃうんでしょうね。で、あの、違う人と喋った方が楽しいとか、一緒にいても楽しくないとかさ、なんか、ね、そんなこといろいろなるんでしょうね。まあ男にしたらね、新しい車を買うのにお金、リサさん、近づきすぎなんだよね、きっと。かな？お金残したいとか言って、こうお金を貯めてる間にさ、あんまりお金使わないもんだからさ、楽しくないとか言ってさ、振られたりさ。で、あの人別れた後に、あんないい車乗って、それだったら付き合っとけばよかったわ、とかさ、なんかわけのわからんことを聞いたりとかさ、よくあるよね。リサさん、お金なんだ W。で、だろう、全部お金だよ。すべてはお金だよ。だお金使えば、楽しいし、お金使わなかったらもう全然楽しくないし、みたいな。で、お金使わなくても楽しい人って、あの、家が好きな人さ、
そういう人はお金あんまり使わなくて楽しめるけどさ、やっぱみんな外が好きでしょ。外楽しいけどね、本当にね。僕もね、家の中好きだけど、外も楽しい。このね、木陰で、この真夏の灼熱の時に、セミの音を聞きながらね。リサさん、でもさあ使うのもメリハリ大事だよね。いやー、メリハリ必要ないでしょ。もう永遠使ってていいんじゃない？お金使うのはもう永遠使ってて、じゃあ使えば使うほど楽しいからさ。お金で本当に買える幸せだからさ。人間なんてね、本当にそうだよ。お金で買えないものは何もないから。お金で何でも買える。人生も買えるし、幸せも買えるし。リサさん、ええ、お金あったら永遠使いたいけど。そりゃだってね、使えば使うほど。だそこで楽しいって感じる、その、今の社会だよね。昔なんてさ。リサさん、使わなくても楽しいよ。だけど使えばもっと楽しいんだよ。例えばほら、今ね、この音声街に来て、で、やってるじゃん、こうやってね。で、新しい温泉のプールとか、温泉の施設とか、あるわけですよ、ここもね。実際に。じゃあ、例えばさ、お金さえ。リサさん、毎日使ってたら麻痺するし。いやー、麻痺っていうか、だからみんな楽しいし、自分も楽しいし、になっちゃう。で、その温泉街とこ行って、例えばね、貸し切りで、じゃあ2000万出す。で、2000万出して1日貸し切りするんだって言って、で、それで配信したら、めちゃウケない？で、めちゃみんな喜ばない？で、楽しくない？結局、お金で買える幸せなんだよね。リサさん、私はケチケチして、ドーンって使う。僕はね、基本的お金ない人だから。本当に。なんか細かいもんばっかりいっぱい買っちゃう人間だから、お金たまんないですよね。ちょっとたまって、まあ、歯がな、インプラントにしたっていうのが本当大きいよな。インプラントしてなかったら300万、400万ぐらいは絶対溜まってんだけどさ。溜まったって思ったらなんかインプラントの話が出てきて、じゃあやっちゃおうで。リサさん、ルサンいっぱい使うよね。使うよね。ほんと使うよね。今月だってもう入ってきたお金以上に使ってんじゃない？多分。で、今月の末に、多分。リサさん。ツイッター見てたらわかるもん W。ああなあ、細かいもん。そんなにね、高いもんじゃないんだけどね、いつもね、買うのは。でも細かいもん買うよね。言うても1万2万のことだからね、買うって言ったら、細かいもの。あとほら、壊れたりするからさ、メーターを買ったり、あれもね。リサさん、パソコン関係多いよね。パソコン関係っていうか、まあ、やっぱ配信関係多いよね。全部配信関係、配信しなかったら何もいらないもんだもんね、買ってるやつなんて。本当にいらないやつだよね。リサさん、私使わないもん W。配信しなかったら本当にいらないもんばっかり。マイクだってさ、もう何本もあるしね。で、スマホだって、ね、綺麗に撮れるかなとかで買っちゃうじゃん。キックボード、電動キックボードのメーターなんてもさ、まぁ、ちょっとあれはね、壊しちゃったから買わないといけないんだけど、あれも2つ買ったからさ、8月の半ばに届くんだけど、それをつけてみて動くかどうか、また確認しないといけないしね。また壊れたら、っていうかあのおばあさん、水着で、あれ水着なんだよな。水着でうろちょろしてもらって、ちょっと胸出さないでよ。リサさん、www。頼むよ。ちゃんと隠すとこ隠しといて。あの、番になるから。怖いんだけど、なんかめちゃくちゃ。あの、ポロリとかやめてね。おばあさんだから。あ、こんなもん誰も見てないわ、とか言ってポロリとかされたらさ、振り向かないでって怖いから。マジ怖いんだけど、ちょっと。リサさん、ポロリって W。ちょっとカメラこっちにしとくわ。怖い。めっちゃ怖いんだけど。怖あ、ただいまです。ただいま。めっちゃ怖いんだけど、本当に。やばすぎるよね。なんか、気をつけないとさ、配信も。
リサさん、お帰りなさいきゃ。ただいま。配信も本当にね、気をつけないとね、どこで胸出されてるかわかんないからさ、海なんか行くとそうだよね。どこでポロリされるかわかんないじゃん。だこっち、海とかで規定がないから別にね、配信しながら、パーってこう、海の方を撮っててさ、で、僕がさ。リサさん、去年海行ったよね。去年海、今年も行くよ。来週だから、月曜日の夜に、その、ドキュメントの提出をアボカドに言って、で、どこに行かないといけないかっていうのを会いに行って、で、僕のドキュメントを全部渡して、で、手続きやって。リサさん、行くのやった。行く行く。手続きやって、で、四五日待たないといけないから、で、その四五日間待つ間に、どっかね、近く、アマルフィでもどこでもさ、行けるからさ、別に車でスッとね、1時間2時間ぐらいかけたかさ。だから行って、海辺をパッと撮ってて、僕が海でパシャパシャするのを、こう、映しといて、じゃあ行ってきますね、って言って、バーって行って、パシャパシャってして帰ってくる間さ、いっぱい人がいるから、こう映るわけじゃん、みんながね。そこでポロリされたらバンでしょ俺、走って行ってさ、パーって隠す？リサさん、やばやばやな。でしょ？隠してたらさ、なんか触ってるみたいに思われるじゃん、反対にね。であのアジア人触りやがったとかって、走って行って胸触ってるよとかさ、なってもさ、余計怖いしさ、今度警察に呼ばれるしさ。警察に。リサさん、それもやばったぶりゅ。やばいでしょ？警察に呼ばれるか、バンになるか、どっちかって言ったらさ、どうしよう。海だから撮るの、アマルフィとか地中海の方で撮るのはいいんだけど、マジ怖いんですよ。リサさん、どっちがいい？ W。どっちがいいんだろう。警察になるよりはバンになった方がいいのかな。多分。おじいさん、歩いてきた。おじいさんの日課なんだろうね。あそこの温泉に入って、で、散歩するっていうのは。まあ日曜日だからね、今日ね。だから余計多いよね。多いって言っても4人だけだけど4人だけど、あそこ映したいんだけどな、映したいけど。リサさん、何かのんびりでいいね。のんびりでいいっすよね。家なんかより全然いいよね。あっち行ってみる？さっきさ、この裏手歩いてる時にさ、電波なかったじゃん。電波、これ、多分行けると思う。リサさん、うん、行きたい。ね、行けると思うんだけど、ちょっと向こう行ってみようか。うちかめって分かってくれるかな？このね、日向は、やばい。日向はやばいですね。あれさっきね、ブランコ乗ったよね。あのブランコ、なかなかいいですよ。おばさんいるな。おばさんいたらやばいし。本当に怖いかな。前にさ、こうやって道路をね。リサさん、電波良いよね。電波、まあ、ここはね、まだいいんですよ。この裏手に行くと、電波がなくなって、もうガガガってなったんだよね。この裏手、あっち行ってみよう。じゃあ、わ、これね、すごいこの硫黄の匂いがする。これわかる？後ろ。見える？女の人が。ちょっと若い女の人がね、いるからさ。ここがね、さっき電波悪かった。リサさん、温泉卵買う、W。温泉卵も、でもね、熱くないんだって、絶対。テルモだけど、多分水はね、熱くないと思うんですよ。ここ電波大丈夫かな？さっき切れたんだよな。個別の温泉。これです。リサさん、大丈夫だよ。え、大丈夫？じゃあやっぱスマホの問題じゃん。これね。
変なの浮いてるだけだわ。なんか綺麗。水は綺麗っぽい。一個一個ね、入れるんですよ。みんなが。でも水が汚すぎて、誰も入ってない。というか人いないから。すっごい汚いね。なんかね、リサさん、ルサンって温泉好き？温泉ね、温泉ね、好きじゃない。好きじゃない。温泉あんまり行ったことがないんで。リサさん、一緒だね、W。あ、怖かった。めっちゃ怖かった。あいつクソ、モノパッティーノできやがったな。どこのやつだよ。モノパッティーノできたな。リサさん、私も温泉入るの興味ない W。温泉さ、気持ち悪い。人がいっぱい入ったところは、なんか汚くて気持ちが悪いね。なんか水がどうしようもないね。こうやって流れて、常にここはほら、溜めじゃないから、ずーっと水が流れてるじゃん。だから全然いいんだけどね。だけどさ、日本の温泉ってお湯を溜めてそこに入るって感じじゃん。あれはね、ちょっと気持ち悪すぎて。リサさん、温泉行きたいとかないもん。あ、この人。この人もここで入るんだ。この人入るんだ。入ってますね。入ってますね。うわ、俺も足つけたかったな。暑いのかな。でも暑かった。あ、でも暑いから湯気は出ないか。これ水が暑いかどうかだけでも聞いてみようか。ここ綺麗だよね。リサさん、インタビュー。インタビュー、おばあさん。でもプロデューされたら怖いから、カメラ映すのあんまりだけど。ちょっとそれ聞いてみようか。リサさん、WWW。クエストアクアカールド？アクアフィッツ。溢れた？フィッツ。グラッツ。フィッツ。アクアフィッツ。ジェラート。あ、し？あ、し。冷たいんだって、水。あの女の人いるわ、まだ。ここにね、女の人いるんですよ。なんかあんまりね、できないんですよ。アクアフィッツ。涼しい、冷たいって。リサさん、へえ。そうなんだね。そう、ちょっと水ばっかり飲むわ。多分この水同じでしょ。違うのかな。リサさん、コロリ行っちゃえ W。 いや、ダメ。やめてください。いじめやめてください。やめてやめて。いじめやめよ。プロリしたらこれバンだから。キャスできなくなっちゃうよ。リサさん、WWW。 ダメだから。今ね、それ聞いてたらね、若い女の人も下から覗き込んできたよ。やばい。覗き込んだ時に上のやつつけててくれたからよかったけど、あれつけてない時だったらアウトだからね。さっき外してたから。やばすぎる。そればっかりは絶対つけてる。リサさん、悪乗りしちゃった W。 やばすぎるから、本当にマジやばいから。どうしよう。座ろう。
ここの公園はいいですね。人も優しくて。さっきのね、おばあさんも優しかったですね。なかなか良かったですね。足だけでもつければって言ってたよ。ちょっと入ってみればって。リサさん、うん、かわいいね。ね、ちゃんとね、してくれてたしね、あの上の胸隠すやつもね。入ればとか言いながら胸出されたらバンだからね、もう。怖いわ、ほんと怖いわ。服着てって感じだよね。なんで服脱いでんのって。なんで水着なのって思うけど。リサさん、www。山の中なんだけど、ここ。やばすぎるでしょ。で、あっちのさ、だから温泉の方行ってもいいんだけどな。プールね、あるんですよ。大きいところね。そこはもう有名なところで、街からも、あの、イタリア中からもね、来るような、あの、大きいところ、本当にあるんですよ。リサさん、やばくない、W。そっち多分カメラ置いてね、入れると思うんですけどね。で、撮影もね、別に言われないと思うんだけど、そのポロリがあった時怖いんですよ。リサさん、ポロリあるよ、W。絶対あるでしょ。で、日本のほら、規定と、で、外国の規定と、まあ違うじゃん。前にね、カプリの方に。リサさん、あるある W。でしょ？カプリの方に行った時に、あれ何歳ぐらいだろう。14、5歳の女の子かな。まだね、植え付けてなかったんですよ。子供だからいいでしょ、みたいなんで、親が言ってんだろうね。でも胸膨らんでるんですよ、完璧に。言っても、日本の、A カップの女の子ぐらいのね、胸はあるわけですよ。それでも平気で走り回って遊んでるのね、とか言って。それ、やばいでしょ多分、それ映してたらバンでしょこれ。見てる分は別に問題ないけど、配信ってなるとやばすぎるからさ。リサさん、ネッタブリュー。でしょ？で、親もさ、ね、もう胸膨らんできたらさ、つけさせばいいのにさ、まあ、どっか他の田舎から来た子らなんでしょうね。そこに、そこの住人じゃ絶対ないけどね。カップリの子じゃないけど、どっか田舎から来た、まあ、他の国から来てる子なのかもしれないし、言葉聞いてないからさ、あんまりはっきりわかんないんだけど。そういうのほんと多々いるからね。だからアマルフィの方に行ってもこの季節、その海辺に行くと子供らがいるとちょっとやばいですよね。ちゃんとつけてるかつけてないか確認しながらライブしないと、つけてない子でも胸膨らんでるからね、普通に。つけててもダメなんじゃないかな。小学校の女の子らだったらさ、リサさん、子供いるよね、バカンスだから。いるいる、もう夏休みだしね。で、小学生だったらさ、どうなんでしょうね、あれ。ビキニとかつけてなくてもバンならないのかな。変なさ、あの、ロリータの人とかさ、そういうの見ると燃えちゃったりするのを防止するために。リサさん、やってる見る、W。やってみる？水曜、火曜、月曜はそのアボカドの連絡待ちでしょ？だから家でずっと待っとかないといけないでしょ？で、火曜日は何もないと思うんだけど、その火曜日に持ってこいって言われたら、それすぐ持っていかないといけないでしょ？手続き時間かかるからね。で、水曜日はアマゾンの、その冷風機、冷凍機、冷却機がもう一個あれが来るでしょ？だから待っとかないといけないでしょ？もうね、フェリエで休みだけどさ、そんなんばっかなんですよ。で、その金、土、日、そのアボカドの返上が待つとか、なんとかで、どうなるかわかんないしさ、ずっとそんなんだよね。休みに入ってずーっとそんなの。どこも行けないんですよね。リサさん、来月かな？ね、だから8月に入ってから、あちこち行けるかなと思ってるんですけどね。行かないといけないしね。今知ってる人がね、チェセナータって言って、ボローニャの方に行ってるんですよ。で、そこでね、期間アルバイトみたいなんでアルバイトしてるらしくて、泊まり込みでね、ホテルで。で、この間も電話あって、来るの？来ないの？って。だ、行くよって。どうせそっちの方ずっとぐるっと回る予定だから行くよ行くよって言って、だ、その人も待ってるんですよ。早くおいでよ。海近いし、
からそっちの方も行きたいしね、遊びにね。あの電車でもね8時間ぐらいかかったって言ってるから、車だったら多分10時間ぐらいかかると思うよね。朝出て夜着くって感じになっちゃうのかな、多分ね。めっちゃ遠いよね。でもね、あちこち車でちょっと行きたいもんね、ゆっくりね。リサさん、遠いね、大変だね。大変だけどね、まあ配信しながらね、みんなでこうあちこちの、ま、町や村回りながらね、見れたらなと思うからさ。スマホはね、もうこれにします。あっちのね、買ったスマホはちょっと封印だね、冬までずっと使えないもん。で、買ったことは忘れよう。あの全部こっちに戻そう、システム。仕方がないから。リサさん、それは楽しそうね。ね、みんなでね、話しながらあちこち見れたら楽しいよね。あのもうすぐローマ着くとか、もうすぐボローニャ着くとかね。でピサまで行きたいよね。でピサまで行ったらもう上回ってトリノを回ったらフランスの方すぐ行けるからさ、ニースに入ってもいいかなと思うんだけどな。ニースまで行ったらまた前の彼女がねうろちょろしてるからさ、会ったりするのも嫌なんだよね。なんかあんまりニースの方は行きたくないような気もするしな。なんとなくな。なんとなくあっちの方、ね、どうかな。どうなんだろうな。リサさん、彼女をうろちょろしてるの？あのね、若いだけにさ、ほんとうろちょろするんですよ、友達らと。海の方とかね、モナコの方とかさ、結構あっちこっちうろちょろするんですよ、友達らと。で、そういう時ってね、ほら、ふって会っちゃったりよくするんですよ。偶然に。そのパリとかでもさ、人口多いし。リサさん、モナコいいよね、音符たち。まあ、いいとは僕はあんまり思わなかったんだけど、パリとかでも、たまたま行って、あんだけ人数いて、会うことは絶対ありえないのに、行ったら行ったでパーッと会ったりともするんですよ、知ってる人とかに。あれとか言って。何をしてるの、ここでみたいな。まあ、こっちはほら、このカメラつけたりね、やってるからさ、で、ね、目引くじゃん、やっぱり。あ、何やってんやん、こいつ、みたいなんでさ。リサさん、パリで会うって、すごいよね。あるよ。よくある。まあ、こっちもね、素通りして普通に何もしなくて観光してバーってやってたら目立たないと思うんだけどさ、カメラやってずっとこんなんしてバーってやってたりして喋ってたりしたらさ、ふって気づけばさ、なんか、あれ？あっちから見てるじゃん。誰だっけなぁ、見たことあるぞあいつみたいなさ、なんかあるんですよ本当に。リサさん、そっか、そうだよね。そうで、後でさ、Facebook の方にメッセージが来てたりさ、写真撮られて送られたりさ、おめえかよみたいな。あるんですよ、それが。ちょっとね、でそれ普通の友達だったらいいけどさ、前の彼女とかはちょっと具悪いよね。あの人一人で来てなんか変なことやってたわ、みたいなさ。鬱陶しいとか、なんかストーカー私はされてるとかさ、嘘ばっかりまた書かれたらさ、またヘイト向けられるしさ、みんなにさ、お前いい加減にしろよ、こらーとかさ、なんか言われるじゃん。別に何もしてないのにさ。リサさん、いるいる。あるよ。で、ニースの子はほら、もともとアイドルをやってた子だから余計だよね。あの、囲いみたいなのがいるからさ、配信とか一切そういうのはないんだけどね。でもライブとかさ、そういうのがあるからさ、そういうのの、あの、いるんですよ、囲いが。めちゃくちゃ。で、それらがヘイト向けてくるからさ、俺関係ないから。リサさん、アイドルか、すごいね。ね。鬱陶しいよね、めちゃくちゃ。もう関わり合いたくないからさ、俺も。普通にね、あの、あっちこっちね、配信のためにね、遊びに行きたい方だからさ。まあ、たまたまね、たまたま本当に、あれなんだけど、たまたまだろうけど。リサさん、アイドルと付き合うルさんすご。いやー、ね、だからそれもたまたまだよ、本当に。たまたまだよ。カンヌに行ってて、カンヌの映画祭とか行ってて、で、そこで、だよ。たまたま出会って、みたいな。おっさんだからさ、俺も、若くないからさ。なんか別にあれだとか思ってたんだけどね、たまたまそうやってお付き合いすることになって、まあ出会いはカンヌだね。でもね、もうコリゴリだよ本当に。若い子は本当にもうきつい。
本当にきついっすよね。リサさん、私もアイドルと付き合いたかったわ W。 アイドルと付き合いたくないでしょ普通は。かっこいいがうざいよめちゃくちゃで、嘘ばっかり書くしさ、本当に嘘ばっかりの刑事だからさ、何もしてないのにこんなんされたあんなんされたって嘘ばっかり書けるからさ、でみんながさ、ああかわいそう、大丈夫大丈夫っていうのでさ、ああ私ってみんなに愛されてるみたいな。リササクランボさん付き合いたい。え、誰誰と、アイドルと結婚してたら無理でしょ、それ不倫になっちゃうから。リササクランボさんあれ変わった。リササクランボになってる、サクランボさんになってるね。サクランボさんこんにちはだよ本当に。ここでもね、多分夜まで。リササクランボさんね、びっくり。びっくりだよね。夜まで待ったらさ、いい雰囲気になるんじゃない、お化けとか出てきて。無理かな、ちょっと無理か。お化けは出ないか。入れるのはそこだけっていうのかな。リササクランボさん、お化けいらない W。 いやいや、お化け必要でしょう。お化けの、ね、これさ、よく考えたらさ、このね、この状態でさ、行ってないよね。今これ、シムもほら、新しいのに変えて。リササクランボさん、なんで、アイコン変わったのかな？なんか多分、霊的なもんですかね。多分ね、霊的なもんでしょう、それは。だっていきなり変わることないもんね。で、こっからじゃあさ、呪われた街行ってみる？日曜日だし。こっちのスマホ。リササクランボさん、W。こっちのスマホだったら大丈夫でしょ。ああ、でもナビ使えるから、で多分、あれ、ナビ使えると思うな。リササクランボさん、何回目 W。 何回目だよね、本当に。でもね、リササクランボさん、好きだよね W。 フリットミストがあるんですよ。で、それをまだ食べてないんですよ。あんだけ言っときながら、ほら、ピザ屋さんとかに入っちゃうから、結局食べてないんですよね。フリットミストとかも食べたいなって、有名らしくてね。で、それも食べてみたいなと思ってるんですけどね。思ってるんですけど、今リササクランボさん、じゃあ行こうか W。 ねえ、なんかあっち行ってみましょうか。だって温泉は見れたけど、でここの場所も特定できたけど。リササクランボさん、5人で W。 5人でね。ねえ、特定はできたけどさ、で人が入ってるのも確認できたけどさ、若い女の人がいるだけにね、ポロリが怖いからあまり近づけないしね。ここね、このね、ここに入ってますみんな。で、水は冷たいらしいですよ。みんながここで水浴びをしてる感じです。水浴び、水はね、すごく低いです。足ぐらいかな、足ぐらいのところに、膝ぐらいまでかな、膝までないかなぐらいのところに、こうみんなで寝そべって入ってって感じでやってますね。水は冷たいって言ってました。温泉の水だけど冷たい感じ。そんな感じでしたね。いやー、なかなかすごいところでしたね。ここ面白かったね。いい感じでしたね。はい、いい感じでした。リササクランボさん、温泉も来れたし、音符たち。ね、温泉来れたしね。とてもいい感じでしたね。木もね、本当に、うわ、恐竜。わかる？恐竜。ほら。ほら、恐竜歩いてる。めっちゃ速い。恐竜、ほら、ここにもいる。ちっちゃくて見えないかな。リササクランボさん、Q
恐竜は怖い。恐竜怖いよね。なんかね、カゼルタの方でさ、あの恐竜がいっぱいある公園があって。イササクランボさん、虫は大丈夫。虫は大丈夫じゃないよ。虫いたらもうすぐ帰る。すごいでしょ。あそこ電車が通るの。すごい田舎でしょ。めちゃくちゃ田舎。これ上から見てね。さっきこう石投げたところね。一つずつの温泉になってます。ただ水がもう汚いんで。多分でもこれ綺麗にしたってことは。リササクランボさん、イタリアは田舎でも素敵だよね。イタリアはどこでも田舎ですよ。どこでも。あの、ローマも田舎だし。まあ街中に行ったらね、あれだけど。前さ、覚えてる？ここでカエルがさ、ゲロゲロとか言ってて。なんか、魚もいたよ。水がすんごい綺麗。あの、苔がいっぱい。これ全部自然の苔ですよ。あれ、向こうから温泉流れてきてるんですね。もう匂いがね、すごい。硫黄の匂い。リササクランボさん、ほんとだね、綺麗ね。ねえ。これ道路だけどさ、誰も通ってないし。3時。すごいですよね。あれ、車の鍵どこ行ったっけ？めちゃくちゃ暑い。リササクランボさん、暑いね、3時。暑いっすよね。まあ、できたら本当は夕方からね、配信したいんですけどね。みんな寝るでしょ。こっちの夕方って、日本はさ、あれだもん。夜中だからさ。暑い。よいしょ。あ、クーラーつけないと死ぬ死ぬ。はぁ、涼しい。え？何？ピピピって。あ、ダッシュだから、シートベルトって待ってよ、これ。シートベルト、とりあえず待とう。暑すぎる。あ、来た。めちゃくちゃ熱い。熱い。これ大丈夫？つけてて。燃えないかな？ちょっと車入れ替えよう。入れ替えとか逆にしよう。リササクランボさん、温風。こっち向きダメだわ。なんとかスマホを陰にしよう。影にできない、影にならない、ダメだわ。あー、ぶつかる。ちょっと待って、ナビする。ん？ルカさん、チャオ。ルカさん、イタリアの人？で、R が違う。日本人の人。こんにちは。知らなかった。そうそう。あらかた日本語に興味があって、日本語になんかそう、やらない限りは、たどり着かないし、ランド、なんで、テレビ、何ランドだろう。どうでしょう。ササクランボさん、動いた。あ、動いた？ルカさん、電波がちょっと悪いな。電波悪いんですよ。どこに行っても電波悪いの。見てこれ、勝手にこじ開けられてる。え？
ああ、電波悪いって出てますね。リササクランボさん、呪われないようにしないとね、大泣き。ねえ、呪われないようにしたいけど。ルカさん、やばあ、800年代っぽいな町。でしょう？ここはね、ほんとやばいんですよ。あ、電波悪い。え、何？何何？なんか変な音した。え、誰？誰もいない。なんだ？え？誰？リササクランボさん、ねえねえ、怖いよ。この前の後頭部の話聞いてから、怖い。後頭部？後頭部ね、僕ね、怪我ないんですよ。怪我あるよ。怪我あるけど、怪我はないんですよね。なんだここ。誰も住んでない。誰もいない。誰もいないですよね。なんかさっき呼ばれたんだけど。上から声が聞こえた。ここもなんか、こじ開けられてますね。やっば。これやばすぎるね。リササクランボさん、ここさ、ツイッターでお化け出る場所だよね。そうだよ。お化け出る場所。めちゃくちゃお化け出るとこですね。ここはね、それを目的でね、レストランやってるんですよ。お化けレストランね。観光によく来るんでね。お化けばっかり見にね、人が来るから。ルカさん、幽霊に出会ったらナポリ方言で喋ってるかな？そうですね。アッファディガーとか言ってますね。アロワイとか言いますね。和牛、和牛って言います。で、ここもね、がっしり中に入れないようにしてるでしょ？この中もね、全部廃墟です。この中全部ずーっと大きい町があるんですよ。それ全部廃墟。リササクランボさん、ヨーロッパってお化け好きだよね、イメージ。そうでもないんですよね。あんま見ないんですよ。さっきね、ルカさんが言ったように、ヨーロッパの人ってね、あんまりね、お化けとかはね、あんまり人気ないんですよ。莫大な人気ってないんですよね。だ日本って言ったら、ルカさん、上ぐりおって。上ぐりお。リササクランボさん、イギリスとか？いや、ないですね。ないです。だからヨーロッパとかね、アメリカはありますけど、ヨーロッパ、イギリスとかその辺はね、別にお化けのあれとかないんですよ。人気がね。そんなないんですよ。全く誰も見ないかってわけじゃないですよ。見る人もそれはもちろんいますけどね。いるけどそんな人気ある方じゃないんですよね。ここね、ここなんですよ。ここフリットミストのお店。前もここ開いてたんですけど食べなかったんですね。で、今日来たら閉まってる。ここね、めちゃくちゃ美味しいって有名なんです。これね、フリットミスト。このなんか魚介類のやつを食べたくて、今日来たんですけど、開いてないね。閉まってる。あ、電波悪いって。ルカさん、平安時代から。リササクランボさん、美味しそう、ニコニコ。ね、美味しそうでしょ？ここでなんか食べようかな。ここやってますね。ここやってますね。レストランだな。なんかちょっともうちょっと、もうちょっとね、歩きましょうね。せっかくですからね。夜はね。リササクランボさん、私はお化け怖いもん。お化け怖いもん。まあ、お昼だから、夜じゃないから、
これ夜中だったらさ、絶対怖いですよ。ルカさん、さて、離席してくるや。あ、ありがとうございます。ルカさん、本当ありがとうございますね。本当にありがとうございました。いやー、たくさん話してもらってよかったです。ありがとう。リサさくらんぼさん、また来てね。また来てね。ルカさん、アットリサ05251031お化け。あ、ありがとうございます。それ、また後で、見させていただきますね。で、前にね、配信してて、画面がガガガガってなっておかしくなった。リサさくらんぼさん、ありがとう。ありがとうございます。画面もおかしくなったね。ところに、ちょっと今、行ってみましょう。あの時、なんかキラキラなったり、変なものが飛んだり、してましたよね。うわ、あそこにもお化けが描いてる。あんま正面で撮らない方がいいのかな。ルカさん、了解サムズアップ。ありがとうございます。リサさくらんぼさん、お化けセンサー。お化けセンサーでね、ああ、そこだ。ここね、ここのカメラ。ここの家がね、お化け半端なかった。あ、ここも開いてる今日。え、あっち開いてんだけど。あそこの家。これね、夜にね、潜り込んでね、やる人多いんですよ、お化けの。有名だからね。あちこちのなんかお化けツアーみたいな人が来るんですよ。リサさくらんぼさん、今日は電波いいね。ねえ、誰あれ？後ろから誰か来てた。ここのカメラね。停電してると、かなり変なものが映るんですよ、ここね。ちょっとここまで来たんで、やっと、一服させてもらいます。リサさくらんぼさん、嫌だ大泣き。いやいや、ちょっと皆さんで、ちょっと監視しましょうよ。せっかくここまで来たし。リサさくらんぼさん、見ないもん。いやいや、前だって画面チカチカ鳴って変なん飛んで、音がガチャガチャって聞こえて。リサさくらんぼさん、定点やめて。せっかくですから、もうちょっと中に行く？もうちょっと中に行く？これぐらいでどうですか？またね、これずーっと見てると変なの映るかもしれないですけど。リサさくらんぼさん、行かないって W。いやいや、ここはだって、ここは見ないと。なんか足音が聞こえるな。なんか足音聞こえるんだけど、さっきから。なんか歩いてくる音聞こえるよね。え？何これ？リサさくらんぼさん、呪われたらどうするの大泣き。いや、呪われるときは一緒でしょう。みんなで呪われないと。リサさくらんぼさん、本当に聞こえる。なんか今左の下おかしかったね、画面。左の下だけ。え？違う？なんか今ガワーってなった。ティッティさん、お茶 X10 プラス団子500。ティッティさん、ありがとうございます。キュンでーす。今ね、皆さんでね、呪われ大会してます。リサさくらんぼさん、見てないもん W。いやいや、見ようよ。せっかく呪われる部屋に来たのに。定点の。オンラインで見てるときはね、そんななってないのかもしれないね。なんかでも歩いてくる音は聞こえる。さっきから。お昼だよ、でもまだこれ。まだ夕方4時だからね。リサさくらんぼさん、もう何回も来たよ W。もう何回も来た？ちょっとじゃああっち、なんかせっかく空いてる部屋があるからあっち見てみましょうか。リサさくらんぼさん、わら。いつもね、空いてないのに、今日空いてるから、何なんでしょうね、ここ。誰か絶対こじ開けたんだよね。あ、レストランとかのあれかな？違うな。なんだここ。
ちにも繋がってる。怖え。なんだろうね、これ。あ、屋根の、これ、上に行く、あれが。リサさくらんぼさん、怖え。怖いね。怖いっすね。いやいやいや、怖かったね。あ、ここですね。さっきの部屋の続きがここですよ。これ夜、あ、やべやべ。夜だったら、とんでもなく怖いよね。まあ夜はね、ブロックアウトされてるから。リサさくらんぼさん、護衛のタイミング一緒 W。本当だよね。なんか飲み物とかな、あ、ここなんかあったな、そういえば。ここのバール、これバールじゃなかった。あ、バールだよね。コカ・コーラとかなんかあったよな。ちょっとなんか飲もうかな。ここね、あれ？これリストランってなの？あれバールってどこだっけ？ブレックバーズ。これ前ここで買ったような気がするんだけどな。閉まってるってことなのかな？あそこが閉まってたら閉まってるだよね。飲み物どこも買えない。何にもないんですけど。呪われすぎたかな。空いてるのって今のとこしかないですよね。リサさくらんぼさん、遠足には持ってこないと。だって直接、あ、ここ水出るんじゃない？でも水の跡が全然ないんだけど。押してみる？あ、出る。あ、ぬる。めっちゃぬる。あの、さっきの水と全然違う。めっちゃぬるい。あ、味も違う。山の味がする。いや、これだったらあそこのさ、美味しいお水飲みに行こうか。あの、この近くにあるんですよ。山のふもとに。美味しいお水が。あ、そっち行く？じゃあ、マリア様見に行く？ねえ。あの、呪われた町はさ、もうこれぐらいにしといて、あの、マリア様見に行こうか。あっちにね、山。リサさくらんぼさん、バナナとか飲み物とか、お菓子は300円までね。300円までね。だからコカ・コーラ欲しいよね。ここないのかな？あるかな？ないかな？あるかな？でもな、リストランテでしょ、全部。リストランテだしなぁ。飲み物欲しいけど、ないから、バールじゃん。リサさくらんぼさん、マリア様とセットよね。セットよね。ここなんだろう。ここ、こんなところは来たことがないぞ。リサさくらんぼさん、コカ・コーラだけじゃダメだもんね。ダメ、ダメだよね。ダメよ、ダメだね。コカ・コーラだけじゃダメよ。ダメだね。ここなんだろう。初めて来た。入ったらいいところ、やばいとこ。こんなところ初めて来た。なんか変な声が聞こえるぞ。みんな食べてる音が聞こえる。ああ、みんなこれ、中だな。中の涼しいところで、みんなやっぱ、みんな外では食べないよ、今ね。うわ、何ここ。え、何ここ。なんか、地下につながる穴がある。怖え。やばすぎるでしょ、これ。やばいですね。
リサさくらんぼさん、コカ・コーラありますかって聞いてみる。コカ・コーラだけですが、って W。コカ・コーラね。コカ・コーラ。コカ・コーラね。まあ、あるとは思うよ。レストランだからね。あるとは思うんだけど、コカ・コーラだからさ、食べ物はね、お腹空いてない。お腹がもう全然空いてないね。ここね。もう今日は思いっきり振り向いていきましょう。振り向いていい、今日は。振り向いたらダメとか言わないから今日は。振り向いて、もうどんどん振り向こう。ね。ここもね、さっき見たんですよ、ほら。多分無理やり中ね、これ下からくぐっていったんですよ。その下からくぐって、中に入っていってるんですよ、中に。リササクランボさん、www。今日はもう振り向いていい。ガンガン振り向こう。なんなら、ほら、もう僕と一緒にバックを見ましょう。ね。いっぱい人がいるから。なんか、買い物ですね。じゃなくて、あのお水をね。リサさくらんぼさん、うん、呪われたね。私は耳鳴りしたもん。でしょ。耳鳴りしたでしょ。でもなんか呪われてるなっていうなんか感じはあったんですよ。でね、どうしようかなと思ってたんですけど、もうこの際振り向こうと思って、みんなで振り向いたら大丈夫だ。リサさくらんぼさん、やばやばやな。あそこ本当やばやばだよね。いきなりスマホがロックですよ。ロックダウン。バッテリーもまだ 30% ぐらいあって、まあ高熱はね、かなり暑くなってたんですけどね。この暑さにはやっぱり、どれぐらいだろう。1時間ぐらいできたの。まあ30分ぐらい限度ですよね。で、高熱だからバッテリーの減りもすごく早いしね。マジでやばいですね。クーラーをガンガンにかけて、もうだいぶ涼しいですね。リサさくらんぼさん、でも電波は良かったね。電波良かったですよね。このいかにこのスマホがダメだっていうのが分かりますよね。これは本当ね、カメラはすごくいいんですよね。でもね、どうしてもスナップドラゴン888っていうのがやっぱり問題でね、暑いし、めちゃくちゃ暑いし、ダメですね。ルカさん、ただいま山頂。おかえりなさい。おかえりなさい。呪われました。やっぱりね、呪われてスマートフォンがシャットダウンして使えなくなって、で急遽今車に帰ってです。リサさくらんぼさん、おかえりなさい。音符たち。本当やばいですね。マジやばいです。これでもツイキャス縦画面にしたら。全部文明になってますね。知らんまで。さっきこんなんじゃなかった。なんか画面が変わった。いや、じゃあこれからですね、さっき言ってた、お水、山のね、美味しいお水を飲みに行こう。リサさくらんぼさん、呪われてる、画面も。呪われてるよね。ちょっとこれ今、クーラーの出口のところ置いてるからね。だからこのままで行きましょう。外画面にしてもね。ほら、もうこんなの見えるだけだから、こっち向きで行きますね。ちょっと外が見えなくてごめんなさい。
今日は休み。え、フェリエですよ、フェリエ。今フェリエ。あそこがね、名水のびまなんですよ。ちょっとね、水飲んできます。持っていくか。大丈夫か。あ、水飲めない。これないよ。あ、飲めない。水飲めないんですけど。ルカさん、いつまで夏休み？8月いっぱいまで。8月いっぱいまでずっと休み。水飲めなかった。どうしようこれ。ここ来たのに。ちょっと皆さん見ました？ちょっとリサさくらんぼさん、どうする、大泣き。皆さん見ました？ちょっと。水。水。ルカさん、壊れちゃった噴水やな、さすがに www。 ねえ、壊れちゃってるよね。せっかく来たのに水飲めない。じゃあマリア様だけでも見に行きましょう。マリア様だけでも見に行こう。水飲みたかったな。あれ登らない。リサさくらんぼさん、やっぱりこれからは飲み物持ってきてね。そうですね、そうですね。確かに確かにそうです。水持ってこないとダメですね。どこだっけかな、マリア様。ルカさん、バーとかないの？そっちないんですよ。日曜日だからね、ほんと休みなんですよね。バーないんですよ。よし、あ、車下がってる。大丈夫？大丈夫？大丈夫？ OK。 ちょっとね、じゃあせっかくですから、あれ？ほら、マリア様がこの山のふもとにね、あるんですよ。ちょっとマリア様見に行きましょう。せっかくですからね。すごい山ですよ、ここ。ほら。ほら、マリア様です。マリア様ハート。すごいですね、この歴史が。これね、山のふもとにこんなんがあるんですよね。で、この山の裏手にも、ほら、石碑がね、石碑っていうのかな、あんなのがいっぱいこの中にあるんですよ。この山の中にいっぱいね。で、それを順番に見ながら山を登っていくみたいなんですよね。多分それはね、宗教絡みで、いろんなあれがあると思うんですよ。日本で言ったらほら、神社参りとかあるじゃないですか。ああいう感じで、多分ね、キリストの古いこの町の風習があると思うんですよね。ルカさん、日曜日なのに開店してる店があるかもしれない。そうですよね。行ってみましょうか。そうですね。ちょっとバールに行ってみよう。ちょっとこのままではね、やばいですね。飲み物は何もないし、飲んでないしね。さっき、
温泉の町で飲んだだけですもんね、お水を。新しい方の町に行って、ちょっと買ってくる。あそこのバールでさ、飲み物買ってくる。リササクランボさん、肉がパサパサしてる W。え、肉がパサパサしてる？肉がパサパサしてる？なんだ？あ、やばい。アメリカン飯はごめん。ゆかさん、ほんまや。確かに。確かに。だって、イタリアなんてね、その辺で、ハンバーガーとか、パニーノとか食べたら美味しいもんね。全然普通に美味しいし、安いし。バーガーキングもマクドナルドも、Facebook とかで、バーガーキング行ってきたとか、マクドナルド行ってきたとかで写真載せるのはいいんだけどさ。で、みんなが、いいね、いいねってやるんだけどさ、実際美味しいかって言ったら、美味しい、美味しいって。その辺の、パニーノ屋さんで食べた方が全然美味しいよね。安いし。いつも行くところのバーグで、パニーノをやり始めたんですよね。それがチンクエロ、5ユーロで、コカ・コーラと、ゆかさん、あのね、そのキリスト教の術どこで買った？これはね、あれですよ、有名なところ、山の上の、名前覚えてないです。超有名なところ、修道院。ローマと、リササクランボさん、修道院。修道院ですね。ローマとナポリの間ぐらいのところの山の上にある大きい修道院。めちゃくちゃ大きい修道院。そこに行って、動画撮影してて、YouTube ね。僕 YouTube やってるんだけど、YouTube の動画を撮影してて、で、そこで買いました。これはね、なんか多分聞いてるよね。書いてますね。覚えてないんですけどね、名前を全く覚えてないんですけど、めちゃくちゃ綺麗でしたよ。ルカさん、インユーエヌモナステロ。ルカさん、ロザリオ。あ、ロザリオ、あ、ロザリオかな。そうかもしれない。名前が覚えてないんだけど、ルカさん、ジュズロザリオ。あ、ジュズロザリオっていうの、これ、これすごくいいですよね。リササクランボさん、アッシジにもあるよね。アッシジにもあったと思うね。アッシジも行ったんですよ、前ね。で、その時ね、動画撮影せずに写真だけいっぱい撮って、あまりに広すぎてさ、いっぱい歩いたんですよね。アッシジはもう全部坂道でさ、もうヘトヘトになってね、2時間ぐらい歩き回って、で、全部一応写真を収めてやってたんですよ。あそこも本当面白かったですね。アッシジもね、面白かった、面白かった。もうでも一回行ったらね、どうかなっていう気にはならないんですけどね。コーラ美味しい。リササクランボさん、アッシジは1回でエーナー W。 ルカさん、 MA セイクリスティアーノ、オピュールハイプレソクエルロザリオパーシュティアイピアケバ。ね、いや、なんかね、そこの修道院がすごく大きくて、すごく綺麗で、で、
とにかくもう山の上だったんですよ、ね、山のすんごく上で1時間ぐらい山を車でね、車で1時間ぐらい上にずっと登ったところにやっとあって、それがもうとてつもなくてでかくて、でその修道院を見てる間に何かこうお土産欲しいなと思ってて、でたまたまねこういうのがいっぱいあって、ですごく好きで買いました。これがすごく好きで、でまあ自分はねいつもつけてるっていうわけにいかないんで、車にねなんかつけてもいいよって言ってたので、で車にこれ置いてやってますね。ルカさん、あ、なるほど、お土産だけだよな。そうですね、自分のお土産ですね。お土産っぽいやつですね。だってあのほらミサとかにあんまり行ってないからさ、カトリックはほらなんかこう資格があるじゃないですか。ルカさん、ベーファットベーね。うんうんうん、そう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 、ちゃんとしたカトリックにはなるのは難しいですよね。ミサに行ってちゃんと何かを受けて、で数珠をもらって、数珠じゃないネックレスとかなんかいろいろもらって、資格をもらってなんかやらないといけないじゃないですか。なかなか難しいですよね。でもね、例えばさ、僕がここに住んでて交通事故とかね何かで死んじゃうとするじゃないですか。でもし死んじゃった場合にそういうミサとか受けてないから、そのお墓とかさ入れないじゃないですか、カトリックはね。困りますよね、一番本当一番困る。もうその辺にさ捨ててくれって言っても捨てられないからさ、で焼いたとしてもこの遺骨はどうするって言ってもどこにも入れるところがなくてね、じゃあ日本に返すって言ってもまたすんごいお金がいるわけじゃないですか。だから本当難しいですよ。そういう資格もちゃんと取ってカトリックになって、で墓地も買える人間になってれば、もし死んだ時にお金さえあればお墓ね誰かやってくれるかだったんだけど、資格もなくてカトリックもなくてとか言ったらね、もうどうしようもないんですね。一番困りますよ。あれすごいですよ、見てください、サボテン。あれ正面に見えてるのね、サボテンです。ちょっと見に行こう、サボテン。暑いか、日陰にいるのに日向に行くのはやばいかな。サボテンがある、でかくないこれ。ルカさん、過激な話だよの、それだまる。過激ですよね。これすごいですよね、サボテン。でか。さすが南の国だな。こんなでっかいサボテンがある。これ、このサボテンって食べれるんですよね。多分。なんか開いて、あの呪いみたいにして登れ食べれるんですよね。イササクランボさん、これサボテンなんだ。サボテンですよこれ。多分アフリカから持ってきたんですよね。あっちか。全然大丈夫。うわ全然大丈夫だ。熱くない。ルカさん、ダル 2010AL2016 層のアンダとスペッソインギアッポネホビストクアン